普通になんか大富豪大貧民なんか最下位にしかなれなくて最下位にしかなれなくて結構困ってるんですけど、これどうすればいいんですかね。なんか普通にずっと4位だなずっと4位ね。でもなんか勝ち方わかんないし、勝ち方わかんないし、多分何かがいけないんだけど、でもわかんないからわかんないから、なんかいや、たまにこう忖度して出させてくれる方がいるんですよ。そういう方の時は3位ぐらいにはなれるんですけど、できなくて、普通に勝てない勝てなくて、だからめっちゃさ、シュタンプをさ、なんかひたすら打ってる子になっちゃってるんだけど、これどうすればいいの？これ勝てないんだよ勝てないんだよね、うん、勝てなくて、先に強いの出したら出せなくなる、先に強いの出して出せなくなるの？なんか縛りみたいなの言われると、縛りってなんだ縛りってなんだって なっちゃって、全然ついていけなくて、とりあえずなんか出せるって出た光ったカードをどれか出してるみたいな感じ。ルールわかんないからさ、なんか八切りがすごいの分かったんですよ。八切りがめっちゃなんかすごくて、一気にできちゃうよっていうのは分かったんですけど、ちょっと難しすぎる難しすぎる、どうすればいいんだ、難しい。革命はなんか YouTube で見たら逆になる、強さがカードの強さが逆になるみたいな書いてあって、あ、なるほどなって思ったんだけど、革命を起こせたことももうなければ、革命でカードを出せたこともない何サータンの SEC がやたら出る、何 SEC って何、革命返し、そんなあれでしょ、革命の革命ってことでしょ、そのできるわけないじゃんできるわけないじゃん。なんかさ、2枚出す方法とかあるじゃないですか。でもなんかわけわかんなくて、なんか階段みたいなやつあるじゃないですか。何階段って何みたいな、そもそも大富豪のルールわからないよ。友達と大富豪をしたことないですね。ポーカーのストレート、何ですかそれポーカーもわからないみたいなことですね。やってみるね、もう一回。ちょっとこれさ、何出せばいいかさ、あ、でもそんな言ってる暇ないんだよな、なんか30秒みたいな。ちょっともう一回やってみるね。ってことはみんなが言うに、2を隠しておく、2を隠しておいて3から順番に出していこう。 OK、 これなりすまし券って何ですか、
なりすまし剣、もういいか、ノーマルで戦うよ。ちょっと、ちょっとこれボイス出したらダメだよね。でもさ、わかんないんだけど、あれないと、あれないとわかんないよ。これで、これですね。私絶対に大秘密になるって分かってるのに、一番最初にさらっと勝つよを打ちますやばくないですか、分かってるのに。あ、もういっか。これまずはこう、こうね、こう3出されたから4を出す、4出します。6出ました。 A で、これ 2を2枚出しちゃっていいねみんなからの、みんなからのあれがさ、来る前にさ、やんないといけないんだけど。え、3、え、ちょ、え、3枚出せるって言われてるけどさ、3枚も出すのないよ。じゃあ2個出します。え、パス、パスします。パスしました。ジョーカー出していいのこれ、早めに。なんかルールは YouTube で見たんだけど、あ、でもいい感じかも。あと3枚。え、これ何、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 8切りきました。8は多分8を出すと全部 なかったことになるんだよね。で、3人パスされると、あの、出せないんだけど全然出せないんだけど、これほら、もうこれ絶対さ、これまた4位じゃん。もうずっとパスだもん。ジョーカー1枚はスペードの3に負けるから気をつけてね。待って、数字だけじゃなくてさ、もう形も関係あるのやばい、それ知らなかった。あと8、9、10があるんですけど、一向に出せなくて永遠にパスしてますこれどうすればいいんですかこれ。あ、逮捕後になっちゃった。誰じゃない誰これ絶対また4位ですって。だって一番多いもん。8切り、あ、あと1枚。あ、パスして、あ、パスしてくれたイエーイ、忖度勝ち、忖度勝ち。みんなありがとう、ありがとう、ありがとうのスタンプ送っときました。2位です。でもこれはなんかマジで恥ずかしくて、さっきまでもうずっとさ大秘密で、え、シークレットボイス1、何それ。なんかさ、ずっとさずっと一人でさ、大秘密で入ってきたと思えば大秘密で帰っていく人みたいになっちゃってなっちゃってさ、本当にさ申し訳なかったよね。なんかすいませんすいません。いや、もう本当に本当にやばくてシークレットボイス1がワンが解放されるってことで結構プレイしてる。え、なんか普通にご飯作りながらご飯作りながらやってたんですけど、でも全然わかんなかったですなんかできないくせにご飯作りながらやっちゃったりしちゃって、ちょっとできないくせにね。0と、あ、じゃあ2とジョーカーできるだけ置いておく。
ちょっともう一回、もう一回やってみようかな。もう一回やってみるね。もう一回やってみます。よし、え、これ何？なんで、あ、符号だと交換しなきゃいけないの？1枚交換するの？符号だと。何？2とジョーカーは取っておく。OK？ ってことは、これ一番低い J 出します。え、でもこれなんか2枚同時に出せるときとさ、1枚しか出せないときあるけど、何これ？え、これ2、2しか出せないから2出しちゃうよ。ダメ？これダメなの？これ。え、革命する？って聞かれた。え？革命できるの？え、待って。革命する？って聞かれたけど、革命できるの？って感じ。革命ってどうやってやんの？え？革命ってどうやってやんの？え、何？革命ってどうやってやんの？どうやったら革命できるの？これ革命するって聞かれてもさ、革命の仕方わかんない。4枚出すの？あ、じゃあさっきの4枚出せば。縛りって言われた。何縛りって。縛り、なんで縛り、何縛り、どういうこと、何縛り。お、待って、あと A2 枚と2が1枚でも、みんななんか謎に多分忖度してこれ忖度してくれてるやつ絶対。だってみんなパスしてくれてるもん。ありがとうありがとう。あれ、反則負け。え、待って待って、負けた。え、どういうこと。ええ、なんかさ、みんなさ、サラをさ、勝たせるためにさ、パスしてくれたのにさ、反則負けって言われたんだけど、何が反則なの？何が反則なの、これ。あ、2位最後にしたら反則なの？ね、めっちゃ、ね、やばい。めっちゃさ、ありがとうみたいなさ、スタンプ送った後にさ、反則負けしてんのやばくないですか？え？やば。申し訳ない、本当に。申し訳ない。え、これどういうこと？なんか泣いてるもん、自分が。自分がこうやって、あちゃーって言ってるもん。取って置きすぎなの。だって 2とジョーカー取っといでって言ったやん。みんな、みんなこれ恥ずかしいじゃん、これみんなのせいで。みんなのせいで恥ずかしいな、これ。ああ、強っ。めちゃ強いし。なにこれ、ほんとに。こんばんは。最後に8を出すと反則。ダメだ。最後に 3？ 最後に3とか弱いのを出す。じゃ、3も残しておかないとダメ？最後から1個目に出す。みんなありがとうございます。難しい。難しすぎる。難しすぎる。普通に。2と。恥ずかしすぎる。恥ずかしすぎる。恥ずかしすぎるっていうね。今やってるよ。なんかさ、普通にさ、恥ずかしすぎる。恥ずかしすぎる。じゃあ3もよくないんだ。4、4ぐらいを残しておくべきってことね。
最上線。一枚のが多いと巻きやすい。困った。おお、大秘密だから、大秘密だから2が全部取られました2が全部取られてしまいました。あ、全部出せない。いや、これはもう難しい、難しすぎる。ずっとパスだよ。どうもありがとうございます。え、出せる顔が一枚もない。え、革命。またありがとうございます。八脇くん最後から2番目に出せるように。ってことは。ってことは。革命の時は自分がね、なんかね、言ってる、自分が言ってるんだけど、その言葉すらもわからないというね。数字縛り、何それ、何それ、やばい、これ絶対また負けるよ。でもなんか、まあまあまあ、まあ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 、そうそうだよね。負けますねこれ負けました大秘密これね、こうやって常に大秘密になってるわけですね。こんばんは。こんばんは。縛りも理解してないです。なんか一応動画見たんですよ、 YouTube で YouTube で動画見たんですけど、こんばんは。最後の2回前に2とかジョーカーできて8切りから上がるのが基本的な勝ち方です。ねえ、難しいね。動画といえば札幌のやつ YouTube 上がりました、上がりました。こんばんは。やっと上がりました。すごいな、難しいよ。まあでもこの1日で1日でできるようになるっていうのが不可能ですよね。自力で大富豪になって、え、下克上任せて、今から下克上するから任せてよ。これでなんかなりすましがいる、
これで下克上するから待ってて。8は出さない。やっぱそうなんだ。なんで出せないんだろう。なんで出せないんだろうね。え、まあ、この次の大富豪になればいいかな。あ、そうだよね。この次大富豪になればいいのよ。あ、2枚出されたら2枚で返せるのね。味使っちゃった。わあ、これ絶対忖度してくれてる。絶対忖度のパスしてくれてる。これ申し訳ない、申し訳ない。あ、無理だ。忖度3位でした。本当にね、そう、サータンズスタイル。そうそうなんだよね。どこでわかるの大富豪率って。絶対 0. 点なんちゃらだよ。どこで見るんだろう。どこで見るこれ。三つ目のプロフィールの方が大富豪率 27%、 大貧民率 45%。 いやー、怖い。普通に怖いよね。大貧民率が 45% の人なんているのかな。いなさそうだよね。普通に反則上がり回数1回ってなってるけど、バレるんだこれ。反則上がり回数も書かれちゃうんだ。難しいよね、めっちゃ書かれてしまう。
こんばんは。ゴールデンベッドタイムって何ですか？ゴールデン、あ、自分しか見れないんだ。よかったよかったよかった。なに、ゴールデンベッドタイムはやんない方がいい？ちょっと厳しい時間なの？やんない方がいい？本当だ、ゴールデンベッドタイムとか言って、やっちゃうよ。もう、なにこれ、いっぱいかけられる。じゃあ10かけます。え、10かけるね。じゃあ10かけていい？わかった、ポイントドカンってもらえるらしいから10かけます。プレイ。こんにちは。10かけていきたいと思います。10かけます。はい、 こちら大富豪に なる回ですから、大富豪になっていきますんで、ちょっと今回ここで8を出さない。8は出さない、まだ出しません。おー、みんなみんなパスして、どんどん。あ、そういうことか。待って、分かってきた分かってきた分かってきた。みんな持ってないってことね。オッケー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 、分かってきた。持ってないんでしょ。あー、分かってきた分かってきた。これで銃を持ってないでしょ。持ってる、あ、持ってた。分かってきました。相手が何を持ってるかっていうのを分かってくるわけですね。 OKOKOK、 やば、8出しちゃった。ちょっと、やば、で出しちゃったけど、まあ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 、いかに相手が出せないような展開に持っていくかがポイント。分かった OKOK、 これ今回大富豪いけるかもしれないです。分かってきました。そうやってやっていくんですね。なるほどね。おお、やめて。やめて、ちょ、やめて。やめて、やばい、パスして。おお、おお、お、いいよ。端切りして。あ、しないの。激芝、何それ。めっちゃ芝犬なの。指名された。うん、パス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 して。おお、待って、いけるかも、いけるかもしれないです、これ。あ、やばいかも。あ、あ、やばい。あ、パスして、みんなみんなパスして。ああ、反則負け、反則負けしてくれた、これわざと。やばい、みんなわざとかも。これみんな配信見て見てる人だったらさ、あれかも。あ、なんか私推しの方が大富豪に なってるんですけど、絶対今パスでよかったよね。絶対今パスでよかったのに、私推しの人が私より先に上がりました。しかも絶対配信見てると思うんですけど、あの私推しの方多分なのに、大富豪になりましたね。
ちょっと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 、それはさ勘弁してよ忖度してよ忖度してよすぎる。次いきます。これ大富豪になるまでこれ終われないんで、普通になんか手振るやつとかいる。え、私じゃないですかそれ私ですよそれ。私めっちゃ手振ってますよ。めっちゃ手振って、まあ、もう一回 10個ベットするから。え、これ符号だった場合、え、これベッ、ん、符号でベットした場合、うん、ベット10ベットして符号だったらどうなるの。さっきどうなってたの。どうなってたんだ。3を出します。なんか大富豪極めし者って書いてある。こんなさ絶対勝てるわけないじゃんね、極めし者に。勝てないよね。あ、コインがもらえるんだ。でコインもらえたやつでスタンプとかを買うわけね。え、ジョーカー出せるけど出さない方がいいよねこれ。ジョーカーはもうジョーカー以外出せるのなくてもうジョーカーは出さない方がいいってことだよね。でもそうすると永遠にさ何も出せない。でもこれでいいの？え、なんかもしやジョーカーって、もしやジョーカーってあの2枚出さなきゃいけない時にプラスして出せちゃったりする、あの結構使い勝手のいいカードってことですか。だから残しておくってこと。分かってきた、分かってきたよ、分かってきた。オールマイティなのね。なるほどね。オッケー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 。オッケーって言いながら一番カードの枚数多いけど誰よりもカードの枚数多くて大富豪になられた。大富豪になられてしまった。この回で大富豪になろうと思ってたのに終われない、終わらない戦い。あ、やばい、これはやばい、負けますこれ、これ負けますわ。困ったもんですね、もうこれ。あ、これ気使ってくれたのかな。申し訳ない、申し訳ない。申し訳ない、ありがとう。忖度で3位にしてくれました。まあもうなんかホーム画面にコメント入れていいねもらうとコインもらえる。何それ、ホーム画面メッセージ？こんばんは。え、月友なんだけど、月友にしようかな。
じゃあやってみるね。これ、こういうことでしょ？なんか。投稿してみたメッセージ。こういうこと？月友です、ニコって投稿してみた。今日はにじゃないよの収録だったんですけど、にじゃないよ自体はあやめろさんと収録したんですけど、収録と収録の間でゆずぽさんがいて、初めてゆずぽさんがインナーカラー入れてるやつ入れてから会った。とても可愛かったです。そうなんだ。ね、楽しみにしておいてください。多分今日この配信で毎日配信終わりです。終わり。ね、宇宙山なくなっちゃうよね。ネズミの、ネズミランドの。そうで、宇宙山なくなっちゃうんだよね。そうなんですよ。なんか今日は全然大丈夫なんですけど、背中の前負担があるので、そう、早く治すためにも毎日配信やめちゃうんですけど、そんな全くやらないはないんじゃないかなと思います。全くやらないはないと思うんですけど、飛行機好きです。今日は全然大丈夫です。ありがとうございます。なんかインスタの写真なんかすごい言われた。なんかいつもと違うみたいな。
そうです、展望台みたいなデッキみたいなとこ行きました。普通にめっちゃ暑くて外出てらんなかったんですけど、飛行機見てたらなんか意外といけたっていう。あ、見てください、私のなななななにー、これがもうめちゃくちゃ欲しくて、でネットのなんか穴ショップみたいな、穴なんちゃらみたいなところで買うとめっちゃ送料かかったんですよ。なんか2個買えちゃうレベルで送料かかったから、どっかで買えないかなと思ってたら買いました。かっこいいでしょ、ボーイング777。なんか777とか言うんですけど、私は777って言いたい人。777かわちぃ、これ見てください、777がいます。これはあの87のバージョンもあったんですけど、やっぱ777が欲しくて、どっちも買っちゃおうかなと思ったんですけど、いやどこにでも売ってると思うな。嘘、羽田にはなかったって。あれ、めっちゃ素敵で、めっちゃ素敵、めっちゃ素敵でしょ。この何がいいかって、このボーイングの機体もかっこいいし、この7がなんか斜めってる、7だけにってのもいいし、777がいることが一番いいですね。かっこいい、かっこいいです。こんばんは。もうなんかね、もうね、ずっとね、ずっと見ちゃう、これジョイマンを思い出して777じゃないよこんばんは。めっちゃいい、これかっこいいし、かわいいし、最高なんですよ。みゆちゃんが空港ミュージアム、サータンと一緒に行きたいって言って、え、みゆちゃんが航空興味あるの、みゆちゃん飛行機興味あるの、みゆちゃん、みゆちゃん飛行機興味あるの、一緒に飛行機見たいの見たいの、みゆちゃん、みゆちゃん、サータンは飛行機キャラ、あ、別にキャラ、あのキャラとして好きになってわけじゃないです。ただ飛行機が好きで愛してやまないだけです。それがキャラになるのならいいですけど、キャラを作ってるわけじゃなくて、あのだいぶ飛行機がもう好きすぎるだけ。レゴランドは言ったのが春休み中だったんですけど、その時はまだ良かったんですけど、あまりにも夏が暑すぎるので私が行きたくないっていうみゆちゃんも同じ気持ち。夏にレゴランドはちょっとしんどいです。こんばんは。ちょ、本当に夏レゴランドはやばいですよ、絶対。夢の国でも夏にはめったに行かないですから。
そう、なんか飛行機が好きな人ってまず48にもいないらしい。だから語れる人はいない。デッキめっちゃ暑いよね。普通にさ、ベンチとかも暑すぎるけどさ、なんか気にしてなかったもん。セントレア行ってみたい。こんばんは。もうね、良すぎた。普通に良すぎた。良すぎて、良すぎて、普通にめっちゃ楽しくてやばかったです。あのハンバーグはなんか機内食風みたいな、機内食イメージのご飯だったんですけど、ハンバーグでした。ハンバーグでしたね。そうなんだよね、自家用飛行機はもう取れるんですよ。でも正直自家用飛行機を買うお金はないないんですよ。リンゴジュースのポイント高い。オレンジジュースですね。ちょっと飛行機と、飛行機がね、窓の外をこうやって普通に離陸していくから、もうそれ見てたら、気づいたらめっちゃ氷溶けちゃってオレンジジュースがリンゴジュースみたいになっちゃったっていう話ですね。飛行機図鑑をゲットした。なんかめっちゃ欲しいの見つけて、でめっちゃ買おうかもやったんですけど、ちょっとやめたのがあって、なんかめっちょっとマニアックな飛行機図鑑みたいな買おうか迷ってそうな。これだ、現役航空整備士が書いたかなりマニアックな飛行機豆知識、これを買おうか迷ってます。なんかめっちゃなんか中のエンジンのこととかも書いてた。でもこれも欲しいし、迷ってるんですよ。これも欲しいし、なんか月刊なんちゃらも欲しいし、あとなんかその777オンリーの図鑑みたいなやつもあったり、何から手をつけようかっていうので迷ってます。ありがとうございます。でプラモデルもさ、めっちゃ欲しいんだよね。でもさ、なんかさ、プラモデルまでさ手つけ始めたらさ、本当にさお金なくなるお金なくなるよっていうね。みんなもありがとうございます。昨日のリール動画めちゃくちゃ良すぎて、もう何回も見ちゃった。ありがとう、ありがとう。曲いいでしょ、曲、曲のセレクトいいでしょ。パイロットは視力大事。 2.0 だからいけるな、いけるな。こんばんは。もうね、本当にね、でもこうやっぱ戦闘機のゾーンとかもあったんですけど、戦闘機ではないなと思った。なんか戦闘機が好きなわけではないなと思いました。やっぱ旅客機が好き。旅客機派だった。なんか戦闘機の歴史みたいなのも見たんですけど、やっぱなんか人を乗せて走ってる姿に魅力を感じました。戦闘機ではないなって。こんばんは。なんかアナカーゴ、貨物機いたんですよ。
なんか貨物機らしいんですけど、普通にアナカーゴって書いてあるのね、飛行機の機体に。でも最初見た時さ、普通にさ、シカゴかと思ってさ、あ、シカゴ行くんだって言ったらママに、貨物じゃないって言われました。普通にシカゴかと思いましたね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしましたね。どうもありがとうございます。なんかアナの子会社かなーとか アナの子会社のシカゴに行くやつかなーって思ってたら、ママも好きなの。ちょっとママもね、ハマってるっぽい。ママも札幌でハマった感じですね、完全に。ママ曰く、サラのハマり度がここだとしたら、ここらしい。ママ曰く、みんなを世界のいろんなところへ連れてって、世界の空からの景色、いや、夢を見せてくれる旅客機だよねーって言ってます。いや、わかるよね。わかるよ、ママ。サラもやっぱなんか飛行機でしか見れなかった夢っていうのがあると思ってて 思ってて、なんかロマンチストの、ただの飛行機好きだよ。好きなポイントは同じなの。ママは割と景色とか乗って、その景色とかよりの方。私はなんか期待の方。若干違うけど、まあ飛行機好きに悪い人はいないので、期待とか、私は期待とか、なんかこう揺れとか 揺れとか、なんかエンジンとか、割とそっちの方。でもなんか航空会社で働いてる人の一日みたいな出してるんですよ、会社が。アナとかが CA の一日とかそういうの出してるんですけど、そういうのも見ます。で、景色も見ます。だから割といろんなの見るんですけど、こんばんは。めっちゃ、私めっちゃ欲しいのがあって、飛行機のシートベルトが欲しくて、なんか初めてつけた時にあのシートベルトがめっちゃ好きで。知り合いに飛行機好きなオタがいるけど、サータン話したらトークして来て、飛行機好きに丸人いないから。車とは違うんですよね 飛行機のシートベルトがめっちゃ好きで、一見どうやってつけるか分かんないんですよ最初。え、これどうやってつけんの?みたいな。あ、どうやって外すの?みたいな。またそこがいい。そこがよくて。
なんかあの乗り物に、なんかその遊園地とかの乗り物の結構きつめのシートベルトみたいな設計してるんですけど、それが めちゃくちゃ良くて、ほんまは本当にあのシートベルト欲しくて、なんか飛行機アニマルみたいな、飛行機の部品がアニマルっぽくなってるガチャガチャが新しく出たんですけど、そのガチャガチャのなんか SNS にそのガチャガチャの広告みたいな出してたんですよ。発売決定みたいな。その後ろにあるシートベルトのあれが欲しくて、誰かわかんないかな。アナのなんちゃらアニマル、何アニマルだっけな、あ、飛行機部品アニマル、飛行機部品アニマルかな、あ、違う、まあそういうのがあるんですけど、それのアナが出してる公式の写真の飛行機の部品アニマルの後ろに置いてあるシートベルトが欲しいんですよ。シートベルト買ってどうする？つけるんだよつけたり外したりするんだよ。まだ2回しか乗ってないのに200回乗った人みたいなこと。それぐらい飛行機は奥が深いってことですよね。もうね、本当に欲しくて、わかんねえって言われてるわかんねえって言われてるんですけど、なにこれ、リンゴ飴アバターなんだけど、どこでもらったのそれ。リンゴ飴アバター、これサラのアバターじゃんこれ。あ、違う、別の人かな、ごめんなさいねすいませんね、まあ、リンゴ飴が私のみたいな、そういうの良くないですよね。こんばんは。あのリールの飛行機の模型のところは、2階建ての、違う言ってますね。ここからここまでが、ボーイングの方はここからここまでが、そう、ママに説明してんのママに説明してる。もしありがとう、めっちゃ語ってる。航空機部品アニマルズ、航空機部品アニマルズ、え、見てほしい。航空機部品アニマル、ん、出てこない。なんで出てこないんだ。めっちゃ見てほしいんですよね。アナ派ですか、ジャル派ですか。正直アナ派です。正直アナ派です。なんですけど、見た目はアナ派です。でも、まあなんかお互いいいところがあって。こうなんて言うんだろう、アナ派なんですけど、しっかりアナ派なんですけど、これは機体のデザインとかがめっちゃ好きなんですよ。アナは機体のデザインとか、なんか色味とか、まあ、色にもちょっといろんなですね。このアナの青と水色はただの青と水色じゃないんですよ。
まあ、話はちょっと長くなっちゃうので言いませんけども、ただの青と水色じゃないんです、これ。ちゃんと意味が込められてて、しかもこのアナの機体はなんかフォントがなんかスタイリッシュでかっこいいんですよ。だからちょっと正直アナ派なんですけど、じゃ JAL に関してはCA さんがいいCA さんがかっこいい、かっこいいっていうのはある。いろんなの見てて、なんかアナの CA さんは、あ、これ私の偏見ですけど、アナの CA さんはかわいい、 JAL の CA さんは綺麗みたいな、かっこいいみたいな感じがするんですよ。だからちょっと JAL の CA さんはかっこいいって見ちゃう。偏見です、めっちゃ偏見ですめちゃくちゃ偏見。ごめん、ありがとうございます。何つー、そうなの、なんかなんて言うんだろう、 JAL の方が全体的にかっこいい感じする。かっこいい感じ。私は絶対 JAL の CA さんの顔ではない絶対に違う。なんかピシッてしてる感じがする、 JAL は。どうもありがとうございます。どっちもいいですね。でもちょっと期待で選んじゃうとアナになってしまう。まあ先輩をどの会社の CA か考えるの楽しそう楽しそう。あ、オルさんはアナですオルさんはアナですね。こんばんは。みよまるさんはFDA かも。めっちゃ偏見、めっちゃ偏見だけど。ピーチはちょっとラブリンさん入れたいけど、ちょっとピーチはラブリンさんは意外とどこでもどこでも合うんですよ。どこでも合うんですよ。うわー、これ真剣に考えようこれ真剣に考えていこう。ちょっと待って、あと20分しかないのにさ、結構真剣に考えていきたい、これ。ちょっと待って、一覧があるんですよ、自分でまとめたあの航空会社の一覧があるんですよ。ピーチめっちゃ可愛いよね。またありがとうございます。自分でまとめた。自分でまとめました。
これちょっともうちょっと真剣に考えたので、ちょっとこれ終わったら真剣に考えようと思います。同期？レナはジェットスター。レナはジェットスターだと思います。なんでかっていうと、まずジェットスターの機体の感じがめっちゃギャルっぽいんですよ。だから結構ジェットスターに乗ってて違和感は全くない。あと柿色だからオレンジ柿色だからレナはジェットスターです、完全に。柿色なんで、まあこれはそうですね。スカイマークはさつきちゃんかな。さつきちゃんは多分スカイマークかな。ココハちゃんはスプリングかな。じゃあ小川ちゃんスプリングじゃない。あ、ソラシドっぽさもあるかも。小川ちゃんはなんかやっぱ広島なだけあって清潔感みたいなのがあるんですよ。清潔感のある CA っていう感じなので、こんばんは。清潔感があるんですよね。ピーチ誰だろう。ピーチは誰ですかね。あとありがとうございます。スプリングは独立系だからどこにも属してない航空会社なんですよ。いや確かに確かにママ思う。それピーチはユアニャだってママがわかる。確かにわかるな。てかなんか紫だしね。確かに言われて納得って感じ。日本って何社くらい航空会社ある。国内だと24だった気がします。あとありがとう。でもその中になんていうの、こう全部が全部全国行ってるわけじゃなくて、こう地方の航空会社とか合わせて全部で24だった気がします。こんばんは。いっぱいあるんですよ。そういうの覚えようとして覚えてるの、自然に覚えてて、興味があるから、興味があるから覚えちゃう。だ皆さんが例えば SKE が大好きな皆さんからするとなんか覚えようと思って
なんかメンバー覚えてるってより、なんか気づいたら覚えちゃってみたいな、 そっち一緒だと思う。多分定番の JAL と ANA は、待って、みんなの顔見るからみんなの顔見るからちょっと待って、みんなの顔を見てちゃんと考えていこう。でも意外と、どうだろう、みやびちゃんは大人になったら JAL になるかもしんないって思う。こんばんは。今はちょっとまだベイビーだけど、大人になったら JAL になると思います。私はアナになりたいんですけど違う気がします、違う気がしますね。違う気がするな。違う気がする。こんばんは。スターフライヤー？スターフライヤー顔？一番むずいかも。スターフライヤー顔？一番さ、いなさそうなんだけど。12期で。じゃあココミンかな。ココミンだな。スターフライヤー。いや真っ黒ってなんか、まあ、かっこいい感じの感じの。しかもスターフライヤーって座席がなんか革でできてるんですよ。革なんか。革バッグみたいな素材なの。めっちゃココミンっぽくない？サータンボーイング車で、そうしようそうしよう。こんばんは。でもこれでさ、みんながさ、例えばさ、ココミンの配信でさ、ココミンスターフライヤー顔らしいよって言われてもさ、ココミンハテナだよね、多分。スターフライヤー検索したらココミンに見えてきた。でもあの、そういう感じなんですよ、やっぱ飛行機って本当になんか人にも見えるっていうか、なんか結構真面目に、普通に大好きですね普通に大好きです。こんばんは。ちなみにユナイテッド航空いないだろさすがにいないだろ。どうもありがとうございます。エアドゥはみゆちゃんかな。これはみゆちゃんがなんて言うんだろうな、みゆちゃんって結構なんて言うの、みゆちゃんのさ、あの雰囲気ってさ、なんかさ、めっちゃエアドゥじゃない？なんだろうな、優しい感じ？
なんかエアドゥってなんか緑と水色みたいな色なんですよ、機体がね。みゆちゃんもすごいなんか緑と水色みたいな優しい色の雰囲気があるから、絶対エアドゥです。エアドゥです。まあまあ、優しい色な感じがめっちゃみゆちゃんって思います。なんか成田空港行ったんですけど、成田空港になんか飛行機ショップみたいなのがあって、そこにロコンのエアドゥがさ、コラボしたさ、ロコンジェットみたいなやつのグッズが売ってて、めっちゃ可愛かった。こんばんは。めっちゃね、なんかもう本当にね、素晴らしい。こんばんは。でココミン見たらスターフライヤー思い出してしまいそうなの。やばくない？やばすぎるそれ。なんかさ、なんかスターフライヤーを見たらココミンを思い出すとかじゃなくて、ココミンを見たらスターフライヤーを思い出してしまうのがやばい。こんばんは。あるんですよ、成田空港に。こんばんは。でもなんか飛行機もあの SKE のメンバーも同じです。違うけど同じです。なんか魅力的なのに変わりもない。なんか私国際線より国内線が好きで、だからまだ海外の航空会社はなんかあの一旦博物館に飾ってあったんですけど、国際の方がよく見てた。あ、国内の方がよく見てた。国内の方がなんか好きなんですよね。こんばんは。どうもありがとうございます。だから国外の空港会社とか空港とかあんま分かんない。めちゃくちゃ国内派で、国内のもめっちゃ見たい。でもきっとこれは国内線に乗って札幌に行ったからだと思う。なんかもっと海外に行くことがあったりしたら、またこれも海外も好きになっちゃうと思う。でも本当になんか日本の景色と日本の空港の感じが今はめっちゃ好きです。こんばんは。どうもありがとうございます。でも本当にさ飛行機っていいんですよ。飛
行機ってめっちゃいいんですよ。飛行機ってめっちゃいいの。飛行機ラブ、飛行機ラブ。目標は沖縄と北海道行きたい。沖縄は冬に行って北海道は夏に行く。これが好きな席ありますか？前とか後ろとかよく聞いてくださいました。一番後ろの席が好きです。一番後ろの席が好きです。私初めての飛行機グッズです、これ。これしか買えなかった。あとありがとうございます。一番後ろの席なぜいいかって言いますと、羽も見えるし景色も見える。そんでもって一番揺れる席らしいんですけど、私は飛行機の揺れも好きなので結構揺れた方が好きなので一番後ろが本当に好きです。でもなんかそんなにいいところなのに一番後ろは一番安全らしいです。そんなのめちゃくちゃいいじゃないですか。揺れも体験できる、しかも景色も羽も景色も見える、なのに一番安全なんですよ。めちゃくちゃ良くないですか？揺れたいです。で、羽の着陸態勢になった時の羽の動きとかもちゃんと見たいので、そこがいいです。一番後ろの席って降りる時めっちゃ時間かかるじゃん。飛行機から降りたいなんて思いません思いませんよ。でも乗ってみたいのはなんか一番前のなんかサポート役するところ、なんて言うんだっけ、なんか万が一のことがあった時にサポートする役のところ、一番前のあそこも一回乗ってみたい。うっそ、時間足りな、50分なの。やばい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 、やばい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 。13位サータン、12位女の子、11位ウパルパ、10位女の子、9位ボブ、8位男の子、7位キャベツ T シャツ、6位トラ、5位サータン、4位サータン、3位男の子、2位、おお、なんだこれ、ラッコ、1位バツ丸。ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう、 CA さんと、そう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 、それ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 、それがめっちゃ乗ってみたいんですけど、普通にあれなんですよ、めちゃくちゃさ乗ってみたい、一回は乗ってみたい。でもなんか次乗るならまた一番後ろがいいと思っちゃうけど、でもいろんなとこも乗ってみたいし、でも一番はなんか一番なんていうの、羽の隣のところはちょっともういいかなって感じ。景色が全く見えなかった。でも羽は見れたから別にいいんですけど、景色も見たいなって思う私からすると、ちょっと羽の横らへんはちょっとあれでしたね、あれでした。こんばんは。